We are glad to inform you that today's match day programs are available from stands located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs.開幕戦を迎えたこの大会、どのような結末が待っているのでしょうか。熱き戦いの幕開けです。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間は日本対フランス、こちらの一戦をお届けいたします。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。日本対フランス、さあこのゲームベンゼマのプレーが楽しみですよね。彼はゲームメイク能力の高さ、得点能力の高さは当然なんですけれども、勝負強さも持った選手なんですよね。そうなんですよね。大一番でゴールを決めている姿が印象的ですよね。はい、スペイン相手に決めたカーブのかかったシュートも印象的ですよね。はい、2021年の10月10日のスペイン戦ですよね。ヨーロッパのタイトルをかけた重要な一戦で決めた見事な同点ゴールでした。そういう大事な試合、大事な場面で決められるところが一流のストライカーの証拠ですよね。はい、一瞬の隙も見逃さない、ベンゼマの華麗なゴールを見たいですね。シュート奪い返します。さあ一気にカウンター、スペースを使う、サイドを縦に走らせます。抜けてくる、来た、低い弾道、先制日本、フランス相手に先制点をもぎ取ります。さあ日本、価値のあるゴールが決まりました。やっぱり先制点を取るとチームに勢いがつきますし、ね、サポーターも盛り上がりますよね、はい、非常に気持ちよくプレーができますよね。秋野、さあ左へ預けて、澤田からトクラ、奥井、日本はこの時間で1対0となかなかいい流れなんじゃないですか。そうですね、まあ、意外といえばあれなんですけどもね、しっかりリードしていますからね。前半はとりあえず無失点で乗り切りたいところですよね。パスをつなげます。これを読んでいた澤田、奪いに行きます。このパス、大きなクリアでここはしのぎます。
スローインをカットします。ウバッペ、カマビンガへ。どうしたんでしょう。ここからですね、空いてますからね、立ていきたいところですよね。トクラ抜いた、ナデリオのボールタッチ、このパスを防ぎます。おっと、シュート、いや追加点、日本立て続けのゴール、決めてきました。さあ今のゴールですけれども、奪ってから早かったですね。そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね。それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事でしたね。さあ日本、さらに1点を追加し2対0としています。日本としては2点差というのは精神的にも楽になりますよね、はい、ただ相手は間違いなく前がかりになるので落ち着いた対応したいですよね。なるほど、この後も無失点でいきたいですよね。シュート来た、追加点、日本怒涛のゴール、勢いが止まらない。素晴らしいパスワークからのゴールが生まれました。いやこれは素晴らしかったですね。パスワークの中で相手の一瞬の隙を見逃さなかったですよね。今のはチームの連携が生んだゴールですよね。さあ日本、シュート、なんと止めた。これはキーパーファインセーブです。まあ居場所だったりとかね、ポジショニングだったりいいことによってこういったルーズボールも拾えるポジショニングが取れてますよね。危ない場面でしたがキーパーが立ち、シュート、決められない。中央いい位置でフリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね。ここもしっかりディフェンスしました。シュート決まった、追加点、日本立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。中盤で奪う、ベンゼマ、これはクリア。チュアメリ、絶好の位置で受ける。日本はここクリアで難を逃れます。パバール、ここは繋がりません。スペースへスルーパスを狙う。カウンターですよ。There will be one minute at a time. さあチャンス、どうだこのシュート、来たー、日本連続ゴール、一気に畳みかけます。美しいカウンター、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。圧倒して前半を終えます。日本調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。相手に得点を与えなかったということも評価できますよね。内容も悪くないですし、本当に素晴らしいですよね。日本対フランス、日本が大量リードで折り返します。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。バラン、このボールに触ります。チュアメリ、テオ・エルナンデスへ、アキノ、カウンターですよ。右サイドへ振って加藤、いい展開ですね。抜けてくる、低いクロス、これは合わせたかったですよね。このセカンドボールいけるか、厳しくチェックします。あーこれファール、取らないですかレフリー。これは合いません。加藤、桑崎、スペースを狙う、シュート、いやー追加点、日本
容赦ない一発。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。いや、カウンター決まりましたね。高い位置からの守備が効きましたよね。フィニッシュも見事でした。トクラ、カットトリック。バラン、ここは一旦バックパス。シュワメリ。日本としては後半の入り方は非常に良かったと思いますね。こういったいい時間帯に追加点を取りに行きたいというところでしょうね。秋野、カマビンガ、エンクンクからベンゼマ、さあ打てるか。バラン、ここは読んでいました。秋野カットに行きます。ボールはクリア。硬いディフェンス、スピードアップしたいですよ。ここはエンクンクからベンゼマ、さあカウンターだ。来た、これは村松、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。このスルーパスは通りません。加藤、トクラ、ここからカウンター早いでしょ。ここは対応します。これはチャンス、シュート、日本追加点。今日は止まりません。見事なラストパスからのこのゴール。あそこに出てくるパスも素晴らしかったんですけど、受けてもよくスペースを見つけてうまく入り込みましたよね。ディフェンスとしてはやられたって感じがするでしょうね。当然ハットトリックということになります。キンペンベ、インターセプトを狙う、裏へのスルーパス、上がってきますよ。さあ勝負です。切り込むか、シュート、決まった、追加点、日本全く手を緩めません。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。いや、チームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。フランスとしてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。裏のスペースを狙う、来たかと呼んでいた。パバール、奥井、富澤、大きく前線へ、ここはつながりません。裏を狙う、さあ抜けた。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどもね。エルナンデス、カマビンガへ、チュアメニからベンゼマ、これはファウルを取られました。うわ、ゴール、素晴らしい、直接叩き込んできましたね。北澤さん、キーパーの位置をよく見て蹴り込んできましたよね。見事なシュートでしたね。さあフランス一矢報います。トクラ、エンクンク、さあここでカウンター。秋野、この位置で受ける。エルナンデス、組み立て直します。さあ左サイドへ、ここで笛です。
8対1、素晴らしい勝利で見事突破を確定。これはサポーターも嬉しいでしょう。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。日本としては最高の結果になりましたよね。選手も重圧を感じていたとは思うんですけども、冷静にプレーして結果に結びつけてきましたよね。これでまたチームとしても一つ成長できると思いますけどもね。はい、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。日本が見事に突破を決めています。
volunteers for each block, please report to the staff room immediately.今日のゲーム、注目の試合を迎えました。果たしてどのようなドラマが生まれるのでしょうか。世界が注目する一戦です。この時間は日本対日本、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。主審ファウルを取りました。早くもカードをもらってしまいます。鎌田、富安へ、自分で行くのか。秋野、桑崎、さあ右へ預けて鎌田、ここはドリブルで上がる、この位置で受ける、まだある。遠藤へスルーパス、長友、おお、これいいですよ。中上げる、よくカバーしましたよ。ファウルなしです。秋野から右へ、いいボールですよ。大竹シュート、これをポスト、ここはポストに救われます。いや、本当に数センチギリのところですよね、狙ってる範囲はね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要でしょうね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。遠藤、秋野、小倉、長友、このボールに触ります。三笘、ここですね、三笘、これ仕掛けるか、これは鎌田、これは届くか、抜けてくる。さあ、ここでカウンター、抜けた、さあ勝負、切り込むか。ここはディフェンスの対応、インターセプト、旗手、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。審判流しました。トークラ、日本カウンターを仕掛けます。右サイド上がっていきます。抜けてくる、おっと、いいボールですよ。どうする、長友、遠藤、前半まだ両チームともスコアレスな展開です。
このボール奪いに行きます。コーシの切り替えも早いですよ。沢田スペースを狙う。吉田このボールをカットします。一呼吸を置きます。三笘、日本はロングカウンターを得意としているんですが、改めてこの戦術ちょっと解説いただけますか。後ろでしっかりブロックを作ってボールを奪ったら素早く相手の裏を狙うんですよ。ヘッドだ。上田頭で合わせましたがこのシュートは決まりません。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、侮れませんね。堂安へ、ここ来ましたよ堂安。奥倉、大竹、長友、鎌田。ファーストハーフこの終盤両チームスコアは0対0です。桑崎、さあ左へ預けて富安へ、ここはすぐ奪い返します。柔らかいボール、日本はここクリアで難を逃れます。徳倉、吉田このボールをカットします。流れを止めます。遠藤、サイドチェンジ、富安へ。ここで前半の45分が終了しました。まだスコアレスです。お互いに決め手を欠いた前半、ゴールネット揺らすシーンはありませんでした。派手なゴールシーンはなかったんですけども、激しいチェックやボールの奪い合いなど注目すべきプレーがたくさんありましたし、このところで好ゲームを演出してましたよね。日本対日本、両チームスコアレスで折り返します。後半ゲームはスタートしています。両チームとも非常に集中できていた前半でしたが、少し時間を置いた後立ち上がり、どう出てくるのか非常に楽しみですよね。そうですね、これは合いません。スペースにいいボール出たんですけどもね。二見、桑崎、大竹。日本としては中盤はほとんどスペースを与えないという意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。長友、彼のオーバーラップは攻撃のアクセントになります。富安、ここはカットします。吉田、長友、縦のボールを入れてきますが、これは合いません。遠藤、鎌田へ、長友、さあ左サイドへ、長友から三笘、鎌田、パスでつないで攻め込んでいきます。旗手、あーこれファール取らないですか。レフリーカウンターですよ。トクラドリブルで上がる。富安、ここは読んでいました。The attendance for this match was 71,649. 旗手、素早いパスで攻め上がっていきます。裏を狙う、仕掛けるか、長いフィード前線へ、スペースへ、サブスティチューションフォージャパンナンバー21コミングオンザフィールドイズナンバー9
日本は選手交代のようです。奪い返します。加藤、ここはつながりません。古橋から左へ、ここでマッチアップ。奥井、さあカウンター、この時間に1点が欲しい。古橋、桑崎、ここでファールがありました。今のファールでイエローカードをもらっています。いや、注意を受けていたとはいえ、まだ荒さが目立ってますね。徳良、徳良から左サイド、桑崎。この試合も終盤に差し掛かりました。両チームとも攻めるシーンはあったんですけれども、なかなか得点には至らず。古橋、古橋から旗手、これはつながりません。来た、これは Substitution for Japan Number 22Number 7 coming on the field. Number 24. Number 6. さあ、選手の入れ替えが激しくなってきました。澤田が今日はもうすでに1枚イエローカードをもらってますからね。スルーパスを狙う。さあ、裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。日本としてはいい攻撃でしたけどもね、まあ、まだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。果敢にスライディング、今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね、これを続けてこのまま決定機につなげたいですよね。堂安へ。日本としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。鎌田へ、古橋、いけるか、仕掛けるか、日本としてはいい攻撃でしたけどもね、まあ、まだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。戻します。旗手、スペースを狙った。時間なくなってきましたよね。最後ワンプレーってとこですかね。絶好の位置で受けると呼んでいた。残り時間少ないですからね、この状況での戦い方どうしますかね。裏のスペースを狙う、抜けてくる、打つか、中への折り返し、おっとミスになシュート、いやこれは見事なゴール、決まった。いやこれは素晴らしい。The goal scorer for Japan. いやすごい。 Number 23枠のギリギリを狙ってしっかり決めてきました。コースを狙ったいいシュートでしたね。しっかり枠に入れる技術も素晴らしいですよね。さあ日本、土壇場で1本抜きんでました。いや、ここで頭一つ出ましたよね、はい、ここまで非常に攻守のバランス良かったですからね。そうですね。鎌田へ、
そして笛が鳴りました。最後を守り切って終えました。1対0、日本1点差を守り切り勝利しました。米田、このゲームのマンオブザマッチはこの人になるでしょう。見事な活躍でした。しかし北澤さん、最後まで全くわからない試合展開となりました。いやー、本当もう時間がなかったんですけどもね、最後まで積極的に攻撃しましたね。そしてしっかり決めてくるあたりもさすがだなっていうふうに思いましたね。そうですね、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。日本が1対0での勝利となりました。Hello attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in the green backpack kindly contact a nearby member of staff? このゲーム、条件達成をかけた大きな試合になります。熱戦必至、注目の一戦です。この時間は日本対フランス、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはイーストボールスタジアムで行われます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム、好条件の中行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。日本対フランス、さあこのゲーム、ベンゼマのプレーが楽しみですよね。彼はゲームメイク能力の高さ、得点能力の高さは当然なんですけど、シュートレニアン、いやー今のは北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。いやこういうセーブはチームにいい影響を与えますよね。
フランス今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそミドル、鋭いシュートが襲いました。今のはすごいシュートでしたね。枠行ってたら入ってましたよね。もう一度組み立てます。グエンドゥジ、エンクンク、グエンドゥジへ、グエンドゥジ、オフサイドですかね。大竹、高橋、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。おっとこぼれ球、パバール、裏を狙っていきます。さあムバッペ、大竹、スピード上がってきますよ。高橋から大竹、さあ前半中盤に差し掛かる時間帯、スコアは0対0です。エンクンク、このスルーパスは通りません。入るか、あとここから打った、これはよく止めました。これは素晴らしい反応でしたね。日本は2本目のコーナー、フランスはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ここはすぐ奪い返します。エルナンデス、日本はロングカウンターが特徴ということなんですが、この戦術どのあたりが重要になってくるんでしょうか。まずはしっかりブロックを作ってボールを奪うことですよね、はい、そこから前線に向かってロングボールを入れていくんですけども、やはりそこのボールの質、タイミングというのが大事になりますよね。なるほど、まさに前線の選手との息が合っていないとチャンスを作り出すことはできないということなんですね。そうですね、出し手と受け手のコンビネーションというのは重要になりますよね。そうですね、足元狙う、守備陣クリアの対応です。キンペンベ、テオ・エルナンデスへ、さあカウンターのチャンスになります。狙った、どうだ、キンペンベこのボールに触ります。ジュール・クンデ、エルナンデス、キンペンベ、グエンドゥジエ、エンクンクへ、エンクンク、ジュール・クンデ、速いパス回し、日本カウンターを仕掛けます。大竹、加藤、どうする、ムバッペ、いやもうギリギリのクリアって感じですよね。チュアメニ、大竹、加藤、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。奥田、秋野から左へ、沢田から秋野、カウンターですよ。このボール奪いに行きます。いいですよ、ポジション切り替え、大竹に渡る、裏へ出るか、シュート、枠に当たる、クロス低い、
ボールを受けてバラン、これはいい守備です。ああ、取らないですか、レフリー。ここからカウンター早いでしょ。エンクンクエ、スルーパスを狙う。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。まだスコアレスです。さあ、北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。日本としては素晴らしい立ち上がりを見せてきましたよね。結果的に得点にはつながりませんでしたけど、試合を作っていく上でのいいきっかけになりますから、当然後半も狙ってくるでしょうね。日本対フランス、0対0のまま折り返します。後半スタートです。まあ、非常にタイトなゲームになってますけども、後半立ち上がり非常に大事ですよね。そうですね。来たか、オフサイドです。ここはボールを下げる。キンペンデ、ジュール組んで、アバールへ、チュアメニからエンクンク、エンクンクからベンゼマ、奥田、加藤、さあここでカウンター、飛び出した、いけるか、おっと、1対1対1来た、シュート、いやー、先制日本、ようやく均衡を破ります日本。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて、見事なゴールでしたね。さあ、日本、価値のあるゴールが決まりました。やっぱり先制点を取るとチームに勢いがつきますし、サポーターも盛り上がりますよね、はい、非常に気持ちよくプレーができますよね。グエンドゥジからベンゼマ、ベンゼマからグエンドゥジ、さあエンクンク、シュート、ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。アキノ、これもファールですかね。イエローカードです。フランスはベンチに動きがあります。さあ、縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。ガンスペースを狙う、テオ・エルナンデスが受ける、グリーズマン、シュートレンジです。フランスとしては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。そうですね、流れをつかみたいところです。ここは対応します。パバール、さあつながるか、抜けた、ここはクリア、落ち着かせます。ここもしっかりディフェンスしました。チュアメニからムバッペ、インターセプト、大きなクリアでここはしのぎます。
さあカウンタースピードを上げたいところ、裏を狙っていきます、抜けてくるバラン、ここはカットします。グリーズマンからムバッペ、ラビオ、おいい形じゃないですか。ラビオからの頭だ、いやー同点、フランスここに来て追いつきました。頭で正確に流し込んできました。落ち着いて決めてきましたよね。タイミングもバッチリでしたし、見事なヘディングでしたよね。日本はここで選手を変えます。フランス同点に持ち込みました。いやこれは面白いゲームですよね、はい、追いついた方が勢いがあるので若干有利かなと思いますけども、ちょっとどっちに転ぶのか難しい展開ですよね。日本は3本目のコーナーになります。これはクリア、セカンド拾えるか、打つか、どうだどうだ、日本ボールです。澤田へ、さあ上がる、キーパー、日本としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。加藤へ、裏へ届くか、うわ展開入るなってきましたね。さあベンゼマ、フランスとしてはいい攻撃でしたけどもね、まあまだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。桑崎、さあ左へ預けて、今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね、これを続けてこのまま決定機につなげたいですよね。グリーズマンへ、裏へ出るか、さあコーナーキック、フランス、さあどう守る、日本あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。奥田、テオ・エルナンデスへ、チュアメニからベンゼマ、ベンゼマから右へ、ボックス内へ飛び込んだ、縦へのボール、チュアメニへ、日本カウンターを仕掛けていきます。奥田、今日の試合でアシストを記録しています。ここで笛です。1対1、日本このゲームを引き分け突破を決めました。加藤、今日のマンオブザマッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。
さて北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。日本としては結果だけ見るとドローなんですけど、目標の達成に向けて堅実なゲーム運びができたのは良かったんじゃないでしょうかね。いや素晴らしい。はい、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時が来ました。本日の解説は北澤剛さんでした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。日本がこのゲームで目標達成です。you